サリだよ。今回はこちら、メルカリに売ってないものなどないんじゃないか説。はい、メルカリはですね、簡単に物を売り買いできるフリーマーケットアプリなんですけど、このメルカリとにかく品揃えがすごいんですよ。いやね、普通の商品はもちろんあるんだけど、こんな意味わかんないの買う人いるみたいな商品もあるらしい。そこで今回はピロリンにお題を出してもらって、その商品が本当にメルカリに売っているか売っていないかをあかりが予想して丸×で答えるクイズをしていきたいと思います。それでは早速いってみまーしょう。はい、というわけで第1問目。珍しいし10万円、やば。なんで10万もするの。あーでも待って、これがメルカリに売ってるかどうかなんだよね。悩む。何でも売ってるんでしょ、売ってるんじゃないね。でもなんで10万円すんの。これは自分でお値段をこう挿入するんだっけ。挿入、潜入、あ、設定するんだ。そう、でもさ、待って、これよく見たらさ、左下さ、血がついてない。だから珍しいんじゃない、これやっちゃった石。それは珍しい。これは10万です。10万。はい、これあると思います。あー、マルカバスでやる。あー、ごめんなさい。こちらの珍しい石10万円、メルカリにはあります。嬉しいけど、なんか複雑。なんで。商品説明とかあるんだ。50年前に河原で見つけました。待って、ってことは出品者の人ももう50年以上は生きてる方ってことだよね。結構幅広いんだね、メルカリご利用されてる方は。第2問。JR 西日本323系1両。これいくら。10万、100万。9000万、やば。ちなみに車は売ってます。どういうこと、車は売ってるということ。あ、そういうこと、メルカリの中で車が売られてるんだ。指導を持ってる人少ないしさ、走らせないよね。はぁーって言っちゃった。いや、そうだよね。なかなかこれ、だって公道では走れないもんね。ミニカーじゃないし、鑑賞よ。どこに置くの。どこに置くんだよ。いや、確かに、まあ1両だったら、50m ぐらい、いや1両ってドアだって1、2、3、3つ分でしょ。そんなに距離はないか、20m もないか、1両って。だったらまあ置けんことはないか、土地を買って。例えばさ、こうなんか、こう運転する、こうハンドルとか、そのパーツは売ってるって知ってる。だから、売られてると思うんだけど、いや、これは売ってないと思う。さすがに売ってたら、なんか世の中が変わっちまうと思うから、正解はパーツ。やった。そうだよね。いや、よかったよ。それが一番、なんか世界の秩序が保たれると思う。次、行ってみましょう。ドン。アイドルの風呂の残り湯。気持ち悪。気持ち悪。10万円？10万もすんの？いや、まあ10万はするか。これなんで紫色なの？ラベンダー湯なのかな。まずそもそもさ、なんでそんなの持ってんの？これ分かった。この出品者、付き合ってんだよ。付き合ってるよね、絶対付き合ってるよ。バレました。はい、バレましたよ。付き合ってるんでしょ。誰のアイドルなんだろう。誰のアイドル、どこのアイドル。なんだろう。Z さん。いや、もしかしたらバーチャル YouTuber も可能性あるよね。バーチャルアイドル、あかりちゃん、やっべ。あ、でも風呂がないから、風呂が、ふ
風呂がないから風呂入れないな、紫色とか川だから赤い。でもこれさすがにやばい、なんか名前がさすがにやばすぎるから、これは売ってない、バツ。売ってんの、本当に、大丈夫、詳細、なになに、ザ・バナナモンキーズ12月4日ゼップ東京でライブします。新グッズ残りを発売。 YouTube の撮影でお風呂に入る企画を行ったのですが、入浴剤が高すぎるので残りをメルカリで販売して赤字を解消したいです。はあ、なるほど。アイドルが使ったお湯なので絶対に綺麗です。飲むもよし、お風呂に少しだけ入れて一緒に入ってる気分を味わうもよしです。公式が出品してました。ザ・バナナモンキーズ、ザ・バナナモンキーズ、バナナザル、なんでバナナモンキーズなんだろう、気になる、気になるよね。だって衣装絶対黄色なのかな、なんだろう、そのフィリピンサンバナナっていう担当の子もいれば、私台湾サンバナナみたいな子もいるのかな。ザ・バナナモンキーズちゃんが気になるわ、逆に。でも売れたのかなこれ。現在は削除されてるってことは売れてるってこと、それかダメだったのかな、さすがにアウト、わかんないね。すっげえ、っていうかどんだけ高い、どんだけ高い入浴剤入れたんだろう。ちょっと後で YouTube 見に行こうか。ぜひ皆さん、ザ・バナナモンキーズちゃんのこちらの YouTube の撮影、動画こちらぜひ見てくださいね。あるよね、多分あるよね。じゃあ、あかりも後で見に行くよ。そっか、あかりもそうじゃん、お風呂をまず買って、で、そこに湯を溜めてこう、浴びたらいいけど、待って、でもお風呂買うお金がないんだよな。川だから、川の水でもいいのかな。おー、あかりが使ってた川の水セーフ10万円、20万円でもいいか。いや、皆さん、今回10本限定で、あかりが使っていた川の水清水20万円売り切り。いや、マジでメルカリ変なものありすぎでしょ。こうなんか、こうツイッターを徘徊してるとさ、よくこうメルカリに変なもの売ってるんだけどっていうツイートがさ、こう流れてきたりするじゃん。で、なんかあかりもこうよく見てたからさ、でも正直そういうのありすぎるから、いや、どうせこのネタ自分で作ってるんだろうなとか、こう心の中で思ってたわけですよ。でも今回この企画をやってみたら、本当にヤバいのが売ってたりするから、いや、あながちあのツイートたちはマジだったかもしれない。うん、あれ、てかさ、今回の企画ってメルカリに売ってないものなどないんじゃないか説だったよね。電車売ってなかったよね。ね、ピロリン。